さあ今回国立西洋美術館ルーベンステンですけどもね、はい、収録が終わりました。いかがでございましたか、うんうん、フランス料理と言いました。最初ね言ってましたね、はい、メニューがわからない、皿数が多い、ポーションがでかい、そして脂っこい。だからでも例えば料理で言ったら、うん、なるほど美味しかったし良、はい、かったですって、うん、あれがフルコースですでしょ。あれから見るとフェルメールは、うん、あの中のコンソメスープ一杯分ぐらいです。そうです。ああ、なるほどね、そのね。そうですか。はい。多分あの聖アンデレあったでしょ、でっかい。あれ一枚でフェルメール全作品よりも面積でかいです。うん、そうですよね。面積ね、面積はそうかもしれない。面積はそうかもしれないけど、本当にそうね。巨大すぎちゃって、ね、ルーベンス。そうね。あとあの火の打ち所がなさすぎちゃって、はい、そう完璧すぎちゃってね。はい、なんか面白みがないというか。なんかそう。まりちゃん。頼む頼む、なんか言ってくれ、ね、頼む。すごすぎると逆にそうなっちゃうんだよな。なんかいいとこ言って。ガヤガヤ感とか、うん、いろんな人がこう目線とか、わざとガヤにしていく、はい、わざと散らかす、うん、あれをネロとパトラッシュが見たらでもすごいなってなります。すごいなってなって なったよね。なって死んじゃったんだから、うん、すごいの分かってるのよ、ね、しますよ、うん、はい、国立西洋美術館ルーベンステン放送はですね、12月4日火曜日夜9時でございます、はい、ぜひご覧ください。絶対に見るんです。俺も笑ってごまかしましょう、これ。はい。